お元気ですか、ボクシミです。今回はエポック24阪神タイガースプレミアエディションベースボールカードです。こちらは1パックカード6枚入り、ワンボックス5パック入りでございます。それでは早速開封していきたいと思います。はい、それでは開封していきます。それではね、まずはこの一袋目でございます。金村悟投手でございます。今 OB ですね。かつてね、日本ハムにも在籍しました岩田実投手でございます。これ伊藤将司投手でございます。で、これは石黒裕也投手でございます。高橋明文投手でございます。で、これは、津田淳也投手の津田淳也投手の、これは、ね、白サインカードでございます。こちら銀でしょうかね。99シリーズでございます。はい、2袋目でございます。佐伯ひろと投手でございます。村上頌樹投手でございます。坂本誠一郎捕手でございます。で、こちらですね、村上頌樹投手の緑白カードでございます。これなんとですね、これ5枚しかないカードでございます。はい、こちらでございます。はい、続けていきます。津田淳也投手のこちらがノーマルでございます。で、野口俊博捕手でございます。かつてね、日本ハムにも在籍しておりました。3袋目でございます。佐藤輝明内野手でございます。中野拓夢内野手でございます。湯浅敦樹投手でございます。西純也投手でございます。で、こちらですね、ベースボールマッチでございますね。こちらですね、岡田彰布監督とですね、これは平田コーチですかね、のカードでございます。こちらがですね、99シリーズでございます。で、山田修也内野手でございます。4袋目でございます。近本浩二外野手でございます。今成亮太捕手でございます。かつてね、日本ハムにも在籍しておりました。ノイジー外野手でございます。ミエセス外野手でございます。これキラでございます。毛崎葵内野手でございます。森下翔太外野手でございます。最後の5袋目でございます。西純也投手でございます。今成亮太捕手でございます。で、ノイジー外野手でございます。山田修也内野手でございます。大山雄介内野手でございまして、で、直筆サインカードですね。これは栗敷投手ですかね。はい、
ちょっとね、あの英語ちょっとアルファベットなんでね、ごめんなさい。でこれが直筆サインカードでございまして、こちらがですね、何本ですかね、78シリでございます。はい、で終わりでございます。以上です。エポック2024阪神タイガースプレミアエディションベースボールカードの開封動画終わりたいと思います。で、今後ですね、今度日本ハム編の方もね、購入しましたのでね、後日やりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。